皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリオリンピックの男子サッカー競技は30日、グループリーグ全日程を終了し、3連勝の日本は D 組首位でグループリーグを突破した。8月2日の準々決勝では C 組2位のスペインとの対戦が決定。前回の東京五輪準決勝では延長戦の末に0対1で敗れており、 56年ぶりのメダル獲得に向けてリベンジの機会が訪れた。日本と対戦することが決まったスペインはグループリーグ開幕に連勝を果たし、日本同様に早々と準々決勝進出を決めていたが、最終節でエジプトにまさかの敗戦。土壇場で2位に転落し、リーグ2首位との対戦が決まった。ところがスペインは最終節のエジプト戦に向け、 第2戦ドミニカ共和国戦から MFI マールオロス、オサスナを除く10人を入れ替える大胆なターンオーバーを完行していた。日本は第2戦マリ戦から先発6人の入れ替えにとどまっただけに、スペインの方がフレッシュな状態で準々決勝を迎える形となる。またスペインは今大会、第3ゴールキーパーに当たるジョアン・ガルシア、エスパニオール、 以外の21選手がピッチに立っており、コンディション調整は万全。またただピッチに立っただけではなく、3試合合計出場時間も計80分間の MF ベニャとト,トリエンテス、ソシエダを除く20選手がいずれも90分間以上を記録しており、試合を消化しながら入念にプレータイムを分け合ってきたことがうかがえる。またオーバーエイジ不在で臨んでいる日本とは異なり、 スペインは3人の枠をフル活用。DF ・フアン・ミランダ、ベティス、DF ・セルヒオ・ゴメス、ソシエダ、FW ・アベル・ルイス、ブラガ、はいずれも主力を担っており、いずれも開幕2試合に先発した後、第3戦はプレータイムを限定しており、日本戦に万全なコンディションで臨んでくるとみられる。また U23 世代の陣容も強力で、 ユーロ2024メンバーの MF アレックス・バエナ、ビジャレアル、FW フェルミン・ロペス、バルセロナがフレッシュな状態で起用される見込み。加えて2大会連続出場の DF エリック・ガルシア、バルセロナも第3戦メンバー外で休養を与えられた上17歳でバルセロナ主力の DF パウク・バルシも累積警告による出場停止明けで日本戦に臨む形となり、 まさに優勝候補にふさわしい手強い相手となりそうだ。そんなスペインに対し、現在の U から23日本代表は2022年11月のスペイン遠征で U21 世代として対戦済み。0対2で敗れた過去を持つ、主将の MF 藤田ジ,ジョールチマをはじめ、MF 山本力と、FW 斉藤光希、MF 水戸駿挟まらはその試合に先発出場。 相手も B トゥリエンテスがゴールを決めたほか、オーバーエイジ組の A ・ルイスや S ・ゴメスが出場しており、日本にとってはリベンジを果たす格好の機会となる。前回大会の準決勝に続き、日本の前に立ちはだかった強敵。56年ぶりのメダル獲得のためには、ここで倒しておくしかない。スペイン代表パリ五輪メンバー、GK1 アルナウテナス、パリ SG。 13ジョアン・ガルシア、エスパニョール、22アレハンドロイ・イトゥルベ、A マドリー、DF2 マルクプビル、アルメリア、サンフアン・ミランダ、ベティス、4エリック・ガルシア、ジローナ、ボパウ・クバルシ、バルセロナ、12ジョン・パチェコ、ソシエダ、15ミゲル・グティエレス、ジローナ、17セルヒオ・ゴメス、マンチェスター・シー、19クリスティアン・モスケラ、バレンシア、20フアンル、セビージャ、 MF6 パブロバリオス A マドリー8ベニャトトリエンテスソシエダ10アレックスバエナビジャレアル11フェルミン・ロペスバルセロナ14アイマール・オロスオサスナ16アドリアン・ベルナベパルマ FW7 ディエゴ・ロペスバレンシア9アベル・ルイスブラガ18サムオモロディオンアラベス21セルヒオ・カメージョラージョオーバーエージ どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。